シルビアは、レオドリーブ作曲、ルイ・メラント振付による3幕5場のバレエ作品。原作は、トルクアート・タッソの、アミンタ。1876年6月14日、パリオペラ座のガルニエグーで初演された。当時はそれほど有名にはならなかったが、1952年に、フレデリック・アシュトンの振付で再演されて、人気作品となった。以下、 ストーリーはアシュトン版に基づく。物語は森の生たちがエロスの前で踊る礼拝の場面から始まる。身分の低い羊飼いのアミンタは誤ってこの場に踏み込み儀式を台無しにしてしまう。この時アミンタが思いを寄せるシルビアが従者たちを連れてこの恋の神をあざけるためにやってくる。アミンタは身を隠そうとするがシルビアはすぐに追跡者に気づき、 怒って、エロスに矢を向ける。アミンタはこの髪をかばい、傷ついて倒れる。今度はエロスがシルビアをいる。シルビアは矢に当たり、それほど、ひどく傷つきはしなかったものの、その場を去る。同じように、シルビアを見ていたカリウドのオリオンが現れ、倒れて動かなくなったアミンタを見て、祝うような様子を見せる。オリオンはシルビアが戻ってくるのを見てまた姿を隠す。この時シルビアは、 アミンタに対し、同情心を抱いていたのである。彼女は犠牲者に対して愛歌を歌っているとき、オリオンによって連れ去られる。農民たちはアミンタの亡骸を見て嘆き悲しむが、やがて外頭をまとったエロスが彼を蘇らせる。エロスは正体を明かし、アミンタにオリオンの行為を伝える。オリオンの島の隠れ家に捕らえられたシルビアは、 オディオンに酒や宝石で誘惑されるが、それらは何の役にも立たない。シルビアはアミンタのことを嘆き悲しみ、胸から引き抜かれた矢を愛おしむ。オディオンがその矢を彼女から奪うと、シルビアは略奪者を酔わせて、正体をなくさせ、矢を取り返して、エロスに助けを求める。彼女の祈りに応えてエロスはすぐに現れ、アミンタが彼女を待ちわびている様子を見せる。二人は、 シルビアの恋人の待つディアナの神殿へと向かう。アミンタはシルビアを見つけるために、バッカス祭の行われているディアナの神殿に着くが、シルビアはいない。しかしシルビアは、間もなく、エロスと共に到着するところであった。歓喜と再会の瞬間の後、シルビアを探すオリオンが現れる。オリオンとアミンタの決闘。シルビアは、ディアナの神殿に身を隠し、オリオンは後を追いかけようとする。 狩りの女神ディアナはこの行為に憤き通り、オリオンを打ちのめし、続いてアミンタとシルビアの交際を否定する。情け深いエロスはディアナにある光景を見せる。女神は、自分の若い恋人で、やはり羊飼いであったエンデュミオンのことを思い出す。ディアナは考えを変え、命令を取り消す。アミンタとシルビアは、良き真意の下で結ばれる。初演時のオペラザーの広告。 フィリップ・シャプロンによる、第3幕2話の舞台スケッチ。ディアナの神殿前奏曲ホーンとドリアード、羊貝狩りの女神間奏曲ゆるやかなワルツビクトル、使命スコイ中風の行列情景魔術師の入場と、終局マクアイオリオンの洞窟エチオピア人の踊り、バッカスの歌情景とバッカスの巫女の踊り、 シルビアの期間終幕の情景マーチバカスの、行列バルカロールの情景ディベルティスマン、ピッツェカートディベルティスマン、アンダンテ、ビクトルシメエスコディベルティスマン、パドエスクラーベディベルティスマン、バリアシオンマイナスワルツディベルティスマン、ストレットギャロップディアナの神殿エンデューミオンの原影、オーブン表記、ルイーズ・マークエット、マリエ・サンダビル、ルイス・マーンテ、ウォーレク、ジョン、コールーザ、トーマス、 オルガガート、ザスワンレイクアクセストジューン29-2005ありがとうございます。